阿蘇の春を彩る阿蘇の花の祭典2010のプレイベントとして平成22年4月4日、阿蘇市一宮町宮地の中町通り通称門前町商店街で門前町お座敷商店街が開催されました。門前町お座敷商店街とは、ゆっくりと気軽に畳の上でお花見を楽しんでもらおうと、中町通り繁栄会、阿蘇市商工会青年部、阿蘇門塾が企画開催したもので、今年で2回目です。歩行者天国となった門前町商店街に218枚の畳が敷き詰められ、全長約200メートルのお座敷がお目見えし、中町通り繁栄会会長の宮川さんの掛け声で第花見大会が始まりました。どうぞお座りになって花見を楽しんでほしいと思います。よろしくお願いします。満開の桜並木の下、招待された地元子ども会や老人会の方たちの美味しそうにお弁当を頬張る姿や、商店街の各店舗で思い思いに食べ物を買い求め、畳の上で花見をする観光客の姿が見られました。今日はどちらから来られました？水俣です。たまたまこれたまたま家族旅行で来て寄ったら会ってくる。もらえてみてどうですか、このお用紙が。地元にこんなのがないんで。今日はどちらからお見えでしょうか？福岡の筑後です。今日来られてこういう花見をしてるんですけども、はい、ご感想をお願いします。すごく綺麗で、もう桜の咲いてる季節っていうのが初めてなんですよ。何度か来たことあったけど、だからすごく和やかで楽しそうで良かったです。今日来て良かったです。またピエロによるバルーンアートショーや、阿蘇市商工会青年部によるモノルンダーショー、カルデラ会による阿蘇の踊りが行われるなど、会場は笑いと拍手で盛り上がっていました。今日はお天気で良かったですね。本当にもう待ちに待った花見日和になったですね。はい、これから、この、門廊がどういう風になっていくといいと思われますか？そうですね、桜をもっともっと増やして、この商店街に、ずっと上から下まで畳が敷ければいいなと思っております。春を迎えた阿蘇市では、平成22年4月3日から阿蘇の花の祭典が始まり、様々なイベントが行われます。ぜひ足をお運びください。